高橋五郎は日本の中国研究農学者、農学博士、新潟県出身。専門は中国農村経済学、中国と日本の食品問題。現在、愛知大学現代中国学部教授。同大学の国際中国学研究センター所長を務めている。中国とアジアの農業と食品問題を幅広く研究、両国の農民。 消費者の実践的な利益を考えるためのシンクタンク、中国アジア農業食品問題研究所代表。中国の大学主催の国際シンポジウムには、年数回、完全招待され、講演、発言をしている。中国には、農村経済調査、シンポジウム参加、討論等のため、ほぼ毎月のように訪問。新聞。 署名週刊誌等のコメンテーターも務めることが多いなどマスコミへの登場機会も多く。テレビでは NHKBS1 国際報道2014の特集日本の中国農業ビジネス進出北京ハルビン、鄭州などを現地取材した同国際報道2014中国の不動産業で何が起きているのかにもゲスト出演。これを元にした。 ニュースなどにも営業報道されるなどして注目された。その他のラジオテレビ出演も多数。NHK、ニュース9電話出演、NHK、ニュースウェイブコメント、TBS、ニュース23特集主演出演、テレビ朝日、グッドモーニング電話出演、荻上うえセッション22電話出演など多数。 2015年には日本テレビの中国食品問題を報じた1時間番組のドキュメンタリーの制作に関わった。地元の東海ラジオの長寿番組チャイナナウにもしばしば登場。全国へ講演に招かれる機会も多数。各国への渡航歴も多く、これまで中国を筆頭に、香港、台湾、韓国、インド、タイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、 その他アジア各国、アメリカ、欧州各国、豪州など多数。海外の研究者を中心に各国に友人が多く、得意な英語を使って、現地の友人とともに、欧米、東南アジア圏に調査に出かける機会も少なくない。教育にも熱心で、学部教育には定評があり、ゼミ生の人気も高いという。大学院中国研究科では、博士前期、 博士後期の指導に取り組み、中国の南海大学と中国人民大学などから来ている留学生には、日中農業経済関係論などを中心に中国語で教育をしている。内外の卒業生からの信望も厚い。複数の国際経済史の編集委員も務める。ありがとうございます。